イタリア語で引きちぎるという意味のモッツァレラ。搾りたての牛乳と塩だけを使ったフレッシュチーズです。モッツァレラが美味しい季節になりますね。 100% 飛騨の牛乳で作るモッツァレラチーズ、その名はトリデンテ。プロの料理人も絶賛です。やっぱりその地元のものだとフレッシュ感も全然違うし、国産チーズの未来を開く極上のチーズの物語です。岐阜県高山市、この町に小さなチーズ工房があります。あ、おはようございます。今日800キロでお願いします。わかりました。午前10時半、絞りたての生乳が届きます。はい、お願いします。飛騨という環境は乳質にとって、乳の質を上げることにとってとてもいい環境であるということと、生乳を生み出すにはやっぱり寒冷なところがいいので、乳搾り率が濃くなるので、生乳が腐敗しちゃうからちょっとだけ急ごう。生乳はすぐに低温で殺菌、その日の気温や天候に応じて温度を調整します。63度から65度の間でなるべく乳の成分を壊さないようにして殺菌してます。伊藤正明さん、13年前独学でチーズ作りを始めました。乳酸菌を入れたことで発酵がスタートしたので、ここから温度管理と時間管理が非常に重要になってきます。大学で物理学を学んだ伊藤さん、実験と研究を繰り返し独自のレシピを作りました。美味しいチーズを作るコツは時間管理と温度管理です。自分でレシピを数値化して、で、時刻を入れると、その日のタイムスケジュールが出るようにしてあります。伊藤さんは高山出身、東京の大学へ進み、卒業後は会社を経営していました。しかし、子供がまだ幼稚園だったんですけど、重度のアトピー性皮膚炎になって、空気と水が美味しい地元の高山に戻ってくることにしました。こちらで会社を作ることになって、じゃあ何を事業にしようかって考えたときに、地元の資源を生かせる仕事がしたいっていうのがあって、地元の牛乳を使った手作りのチーズ、仲間3人と立ち上げたのがトリデンテでした。午後5時、生乳が固まり始めました。今もう全体が杏仁豆腐みたいになってます。あと50秒ぐらいしたら混ぜ始めます。だいぶ水分と固形分のバランスが変わってるのが分かると思います。抜けてきましたよね。チーズを作る過程で出る大量の上澄み液、乳脂肪分やタンパク質を除いた液体で、これをホエーと言います。生乳のうち9割がホエーとなり、廃棄物として処理されています。普通の工房だとここでホエー全部抜いちゃうんですよね。1回この中にもう1回沈めると浮力が使えるんです。トリデンテではできるだけホエーを捨てない作り方を見つけ、余ったホエーは別のチーズの原料となります。
5度の氷水につけて発酵を止めます。10分後、今度は90度の熱湯に入れてチーズを成形します。あと何分？はい、まあ、結構余裕あるかな。表面撫でることによってツヤを作ってます。ツヤと同時に薄い膜ができるんですけど、薄い膜で閉じ込めることによって、まあ、ミルクを閉じ込めたりとか、もともとイタリア語で引きちぎるって意味があって、まさに今やってる作業がモッツァレラの言葉、あの語源になってますね。ここを頑張れば頑張るほどミルキーなチーズができるので。午後9時半450個のモッツァレラチーズが完成。朝から10時間かかりました。すごくいいですね。だいぶ秋も深まって乳脂肪率が高まってきたんだと思います。でモッツァレラが美味しい季節になりますね。溢れ出るミルク、フレッシュなチーズの証です。自宅で筋トレ、これも美味しいチーズを作るためです。体力勝負の仕事なんで、体力がつくと、まあ、仕事自体もすごく楽にこなせるようになったので、まあ、いいことづくめですね。あ、はい、もしもし、伊藤です。あ、数ってどのぐらいですかね。伊藤さんに全国から注文が入ります。顧客はプロの料理人です。はい、もしもし、トリデンテ伊藤です。多分100店舗は超えてくるとは思うんですけども、プロの使用に耐えれる、プロの人が使って遜色ないものを作りたいというのが創業当初からあったので。高山市内のレストランフォルケッタ、以前はイタリアからの輸入物を使っていましたが、地元のトリデンテのチーズに切り替えました。イタリアから空輸で来るんですけど、どうしても少し日数が経つのと、やっぱりその地元のものだと本当に今日作ったものが届くって感じが、フレッシュ感が全然違うし、普通のチーズって熟成させて美味しいけど、モッツァレラってこうフレッシュな時が美味しいもんだから、やっぱその辺は地元で作ってもらってるってメリットはやっぱ大きいと思います。一方、名古屋のスーパーでは、こちらが輸入チーズのコーナーになります。うちの場合はヨーロッパが中心となっておりまして、フランス、ドイツ、イタリアとなっています。世界中から厳選したチーズが400種類。そんな中、今国産チーズが注目されています。その理由は、ウクライナの戦争で飛行機の飛ぶルートが不安定ですね。ヨーロッパ全般からの空輸がウクライナ上空を飛んでまして、余分に日数がかかってます。イタリアのフレッシュのモッツァレラだったり、特にそれが影響を受けてますね。4割から5割上がってるのが現状です。荷物が来た時に入ってないってか、そんな状態です。コロナ禍の家飲み需要もあり、チーズの消費量は右肩上がり。しかし8割が輸入物です。輸入チーズは価格が不安定で、輸送の際環境への負荷も大きくかかります。当然牧場とチーズ工房が近いに越したことはないし、で絞ったミルクを短時間でチーズにするっていう、そういう技術も必要だし、年間でチーズの消費量って35万トンぐらいあるんです。純国産と言われるのが2万7000トンぐらいなので、誇れるほどの量作ってないんですね。本当にもう本当わずかですね。
モッツァレラチーズ製造実践ガイド。伊藤さんはチーズ作りのノウハウを無料で公開しています。僕が最初始めるときにやっぱりなかなか情報がなくて苦労したっていうのがあって、で、まあ、これから始める人の取っかかりになればいいかなというので、まあ、どんどん国産に乗り換えていってもらうようなきっかけ作りの方が大事だと思っていて、さらに伊藤さんは国産チーズの裾野を広げるためある開発をしました。うちのチーズバットは家庭用の給湯器でも温度管理ができるというところが特徴ですね。ここの部分が二重構造になっていて、お湯が循環するようになってます。生乳の温度管理をするチーズバット、これまで500万円以上もする大手メーカーのものしかありませんでしたが、伊藤さんは格安で提供しています。これは僕が図面を起こしたものですね。実際に他の工房さんに入れてそこで稼働しているものです。国内のチーズ工房はおよそ300件、これまで20件近くの工房をサポートしました。伊藤さんが考えるチーズの未来は、せっかく今国産チーズが追い風になっていて、ただ生乳を取り巻く環境っていうのは、例えば飼料が高騰してたりとか、後継者不足だったりとか、いろんな逆風が吹いてるのも現状としてあるんですよね。チーズ作りがもっと活発になって、そういう受け皿になってくればいいなというふうに思ってます。地元のチーズを発信していくような工房が増えてくれば、いろんな地域にとってもメリットというか、ハッピーになると思いますので、そういう未来が嬉しいですね。